日本のゴルフ界に風穴を開ける、いや、もう開けてしまった先鋭的バラエティ番組ゴルフ武勇伝。数々のツアープロたちをバックアップする GMA の代表として長年にわたりプロたちをコーチング、かつ究極の骨太ロックバンドバトルクライのフロントマンを務める岡崎高層が今週もナビゲート。真剣勝負、そしてやや辛口なトークにもご期待ください。ゴルフ武勇伝、今年も開幕、ゴルフ武勇伝恒例武勇伝カップ。今回は2ヶ月にわたる戦い、そしてそのテーマはシニアバーサスレギュラーズ。トッププロたちがペアを組み、誇りと賞金をかけて戦います。第11回武勇伝カップ、1月の舞台は京都と奈良の県境、柳生の里にほど近い名門レイクフォレストリゾート。今年もツアー並みのシビアなセッティングがプロたちを待ち受けます。第11回武勇伝カップ開幕。今回はシニアーズ VS レギュラーズの戦いだ。今年も絶好調の離陸となるか。ジェット尾崎とのペアを引き寄せたのは岡崎コーチ、操縦桿を握るのはどっちだ。ついに武勇伝に初登場、室田清プロとタッグを組むのは渡辺司プロ。稼げる夢のダブルスだ。宮里清プロと優作プロ、この2人は兄弟でダブルス。一心伝心、固い絆でトップを狙う。立山プロとのダブルスを組むのは井上誠プロ。相性抜群、 GMA タッグで勝負に挑む。シニアーズ、レギュラーズの別にかかわらず、月間最小ストロークダブルスへの賞金は100万円。またご覧のそれぞれのダブルス戦では月間4ホールのストローク勝負でポイントを設定。シニアーズ、レギュラーズそれぞれのダブルスが獲得する2月合計のポイントで勝敗を決定します。こちらの賞金はなんと300万円。絶対に負けられない。大阪市内、京都市内から車で90分、45ホールのゴルフ場とホテル、スポーツ、温泉の各施設が揃ったレイクフォレストリゾートへのお問い合わせはご覧のところまで。相も変わらず激しい風が吹き荒れる。尾崎プロ岡崎コーチダブルスが賞金争いに王手をかけた。いよいよ迎えた今月の最終ホールは388ヤードのパー4だ。ゴルフ武勇伝を支えるキャディーたちにもご注目。アシスタントは今週もこの2人が担当します。はい、レイクフォレストリゾート月最終週、はい、最後のホール、はいはい、スコアの振り返り、はいはい、宮里兄弟たちがワンオーバーで、兄弟たちがタチタチです。室田プロ、渡辺プロチームもワン、ここはタチつけてる、タチで、はい、ワンオーバーです。はい、立山プロ、井上プロチームタチがツーオーバーです。タチタチ、そして岡崎プロ、岡崎プロ歯がない方だって、歯が抜いた方が、顔抜けんでばだくよ。尾崎プロ、岡崎コーチがなんとイーブンです。はい、行こう。風速15メートル、はい、すいません、コースの紹介をさせていただきます。18ホール、388ヤードのパー4です。狙い目は右が池で、まっすぐが大丈夫。はい、行こう。はい、はい、行きましょう。はい、お願いします、はいはいはい、ます尾崎プロ、岡崎コーチチーム、尾崎プロの T シャットです。捨ててこがね。これどこまで、あの、部屋も行かないでしょ。全然大丈夫です。まっすぐで、とにかくバシッと。うまい。OB だ。うまいや。OB。これうまい。大丈夫。止まれ。ラフです。お、近道だ、近道だな。続いて岡崎コーチのティーショットです。あれ、池あるんですか、右に池あるの。あ、グリーン左か、でも右ったって左行かないんだろうな。いや、左行った。お、
おい、わすげえ、すぐ行ってるやん。コレステロール、これだよ。本当だよ、行ってねえやん。宮里兄弟チーム、清志プロのティーショットです。もう番組の立ち位置もバラバラになっちゃう、寒くてな、もうどうでもいいんだ、寒い。よいしょ。あれ、あれ遠いんだわ、左は。じゃあ、あそこ、あそこだろ。ああ危ねえ、風出るからやな。俺の結構いってるってことだよな。じゃあ腕開けたね。キューサクプロのティーショットです。あれ合皮ですか、ベルト。合皮。おい、さすが、素晴らしい、素晴らしい。ちょっとです。おい、すごいやっぱり。おい、ちょっと俺もその飛ぶティーくれ。飛ぶティーくれ。あ、飛ぶティーがあるの。立山プロ、井上プロチーム、立山プロのティーショットです。即損即損。これはダメだな。ああ、これは池だね。池？はい、池。池だ。はい、池です。出てきたよ、石に当たって。いやいや。おお。私はティーショットです。コンタクトレンズの。いや、おれ、まだまだ一組いますよ。ボロ超えろ。まだ一組いますよ。室田さん、これから室田プロ、渡辺プロチーム、渡辺プロのティーショットです。岡山さん、お願いします。ガーッ。皿流しじゃないですか。これ振っといてる。OK、 ナイスショー。さあ、カリスマフック、カリスマフック、ナイスショー。おい、おい、続いてプロ、室田プロのティーショットです。はい、お願いします。あー、浮いたよ、浮いたよ。この風だと塚田さんのカリスマを打つか。同じとこだよ。すげー。室田プロ、渡辺プロチーム、渡辺プロのボールを選択しました。立山プロ、井上プロチーム、井上プロのボールを選択しました。室田、渡辺プロチームはほぼ同じところへ。セカンドショットを室田プロに託した。岡崎コーチと立山プロはラフからのショットだ。俺どっちか。はい、どうぞ。流氷が流れてきてる。どうぞ。流氷。尾崎プロ、岡崎浩二、尾崎プロのボールを選択しました。頼んだぞ。残り155ヤードです。クラブは23度です。岡崎浩二の2打目です。二の帯だけやめて。ああ、やっちゃった。立山も頼むよ、せっかくよ。ああ、ちょっとそこ当たらんわな、薄いから。室田プロの2打目です、はい、クラブは4番アイアンです。よい。あー、止まれ。傾斜がわからない。グリーンのどっか、グリーンのどっか。残り125ヤード、クラブは7番アイアンです。立山プロの2打目です。
平成のかまし優作プロのボールを選択しました。きよしプロの2段目です。残り122ヤードクラブは8番アイアンです。これはうまいよ。これはうまいだろ。ダンダン、オッケー、ナイスショットです。完璧完璧完璧。かーナイスオン。尾崎プロ岡崎コーチ、残り72ヤードです。クラブはアプローチベッジです。尾崎プロの3打目です。お願いします。あ、でかいやこれ。なんだよこれ。ああ、ああ、負けちゃったこれ。凍ってたもん。ああダメだ。ああ。立山プロ井上プロチーム、クラブはサンドウェッジです。井上プロの3段目です。はい。無理やって。ああ絶対カップとこやったら。お、じゃあトップチームのダボを期待しよう。トップチーム尾崎プロ岡崎コーチダブルスが最終ホールで苦戦中。勝利の行方やいかに。尾崎プロ岡崎コーチチーム、岡崎コーチの4打目です。お、うまいな。止まったら大変だな。ゴー。うわ、なんだよ。ゴー。大変だよ。フォローのスライスじゃないですかあれ。え？よし、入れてトップ対応。うわー、おい当たんねえよ。おいおいおい。また芯じゃないとこ当たった。入ったら優勝だな。お、宮里兄弟チーム、優作プロのバーディートライです。うわうわ、ナイスパット。でねしょうがない、先です。はい、キヨシプロのパーパットです。失敗だなこれ。ナイスパーです。パー取らなきゃいけない。届け力入っちゃったもんね。じゃあもう入らなくても一緒だな。はい、もうどこまでも打ってください、ね、よっしゃ、こうか。かい、おー、ナイスライビリア。スライス、カップのところ左行った。プレーオフに持ち込みてえな。尾崎プロ岡崎コーチチーム、尾崎プロのボギーパットです。おい、すごいな、ジェットさんの集中力が、集中力が。あそこで失敗しちゃったんだよ、3打目。優勝したいから力入っちゃったんだ、俺。かあ。室田プロ、渡辺プロチーム、室田プロのパーパットです。ナイスパーです。ナイスパーです。すごいわ。どうするのこれ。立山プロ、井上プロ、井上プロのボギーパットです。音だけ、音だけ。ほら。もういい。立山プロ、これを入れてダブルボギーです。尾崎プロ岡崎コーチダブルス、なんとかボギーは死守して意地を見せた。戦いは3チームでのプレーオフ。バンカーからのアプローチが線へともつれ込む。6人のショットで争います。まずは尾崎プロ岡崎コーチダブルス、岡崎コーチのショット。ちょっとスコア入りすぎちゃったな。まずまずの結果に。続いて尾崎プロ、ここまで来たら負けられない。戻ってきた。
やかましいわ。これはいけません。力みすぎたか。2番手のチームは宮里兄弟ダブルス。まずは年長者から。きれいにバンカーアウト。こちらもまずまず。ルサクプロ、さあワニを超えることができるか。これはミスショット。大きく左へと打ち出した。マントップどうぞ。最後にの食やわ。いやこれやられたな。まだ簡単だろう。さあチャンス到来。室田渡辺プロダブルス、これはがぜん有利となった。まずは室田プロから。やったな、やったな。よしよし、はい、おめでとうございました。勝利の栄冠は室田清プロ渡辺司プロダブルスの頭上に輝きました。はい、久しぶりのレイクフォレストリゾートで、4週お届けしてまいりました。立山君何かございますかね。おとなしいですね今月は。いやいやもう参考素晴らしい。いつもはもうなんかこういう感じでわーいってやってんのが。そういうタイプなんだ。そうなんです。ただの印象じゃないですか。え、岡崎さんの方がそう見えると思いますけど。俺皆さんから見たら勘違いだと思います。そうなん。はい、そうなんだ。聞いてみてください。今年相当試合減るらしいね。大丈夫。あ、レギュラー。はい。シニアはどうなんですか。試合は。シニア増えます。シニア増えます。あ、増えます。増えますよ。増えるけどね、ちょこっとね、始まりが遅かったんだよね。今だいたいシニアの世代みたいなものが、ね、あの今60代ぐらいになっちゃったからね。それが今50、あの10年先だったらもう完璧な、あのなんつかなパフォーマンスみたいなもん、うん、出せるんだけど、ちょこっと50代ぐらいの人にちょっと今シニアの場合はちょこっとあのタレントがいないということで ね。だからまあでもそれでも増えますよ、うん。でもレギュラーの場合はもうあんまり知らないけど心配だね。だって女子があれだけ、あの2月から11月まで毎週やっててね、男子はほとんど歯が抜けたような状態だもんな。女子はなんかまだ企業さんが3社ぐらいウェイティングしてるんで、まあまあ、まあ魅力的なプレイヤーがね、やっぱ出るっていうのは一つの起爆剤ですよね。で自分なんかね、他人事のようにはまあ長年この業界にお世話になった人間だから言えないんですけど、でも振り返ってみると、そのゴルフがものすごく注目されている時代、男子のツアーがね、でやっぱりそのものすごくなんていうのかな、見ててワクワクするようなプレイヤーが、まあ、例えばジャンボさんとか、うちの師匠の青木さんとか、中島さんとか、倉本さんとか、当然立夫さんもそうだし、そういう人たちがいてね、でその周りに、なんとなく引き立て役の僕らみたいなのがいて、でやっぱこうものすごくメリハリがあって、でワクワクするっていうのは決してそのゴルフがただ単に強いとかっていうんじゃなくって、個々のプレーがものすごくこう衝撃的なプレーをする人が多かった。例えば青木さんってどっからでも寄せてきちゃったり、まごまごと外から入れちゃったり、ジャンボさんももちろんそうだし、ね、ジェットさんみたいにこれは無理だろうっていうとこから乗せてみたりとかね。今の選手ってみんなが上品に上手くなってるから、そうするとその上品の上手さの中でスコアだけに差が出ているような雰囲気があるから、そのワクワクするなんていうの、こう度合いというかが、その誰を見てワクワクしていいかがこうあんまりメリハリがもしかしたらないのかもしれない。で松山君とか亮君とかそれがちょっとあったのかもしれない、そのワクワクさせる部分がね。だからもっとこうやんちゃなゴルフをね、一番元気だった時の立山みたいなゴルフをね、もっと多くのプレイヤーがやるともう少しこう見ててワクワク、僕らはできるのかなっていうと、ギャラリー視聴者の人もそういう目で見てくれるのかなっていうのはちょっと思う。褒めていただいてありがとうございます。ありがとうございます。まあこういうやらせもええけどね、たまに。ゴルフはやっぱりもう本当に稼がなきゃいけないんですよ。だそれにはやっぱあんまり冒険しない、昔の人はそれほど心がもうちょっと豊かだったんじゃない、
別に金銭的なこと以上に、ちょっと名前を売りたいっていうのは、あと司が言ったやんちゃなところっちゃそこなんですよ。今の子とりあえずまず稼がなきゃ置いてかれるということで、全員がまとまってまとまって安全にっていうようなことかもしれない。それがもしかしたら、ファンのみんなはちょっとあれちょっと違うなというふうな違和感があるのかもしれない。でもそれはそれで若い人たち若い人たちで生活をかけて戦ってるわけだ。その生活感がどうも若い人には、あの俺は思うけど見えない、なんか裕福そうな感じで、それその割にはちまちまこじんまりやってる、うん、ちょっとなんか全てを捨ててでも、あの勝負かけてやろうかなっていう風な、昔の俺たちの時代のとちょっと違う、世代なんだろうね。だからその辺をね、あのファンの皆さんもあの考えながらやって、昔みたいな感じではないですね。俺たちのよりちょっと上の人と、段階とか俺たちがその人たちに弟分としてやった時とちょっと違う、あの博打性のある性格な、あんまり安定したものを求めないまだな。そう、やっぱり人気は出るね。今はね、博打性の方が人気は出る。あ、出る出る、うん、だから金よりちょっと、まあ、時代も時代なんでしょうけどね。そうなんですよ、そうなんですよ、ね、でもまたそれも、それをじっくり見てたら、ファンの皆さんも男子の、そういうふうな、その中で本当に悪いけれど、あのファンの皆さん個性持ってますから、それをなんとか見つけ出すのはファンの皆さんだと思いますよ。選手はもうとりあえずは申し訳ないけど必死でやってますのでね、応援してやってください。そんな中で、その、ほとんどあの社長言ったようにほとんど同じじゃないかとか言うけれど、そんな中に必ず個性があります。それをなんとか見出して、あの自分で楽しんだらいいんじゃないかな、うん。シニアの場合はもうそれぞれが全部顔が個性、ね、だから分かりやすいけど、分かりやすいです。だから分かりにくいところの中で、個性を見出してやってください。必ずあの楽しい、なんかあのゴルフファンがね増えていくと思います。60代やんちゃですよゴルフ本当に。俺ぐらいだもんね、それだの19 いや本当に僕よりも年上の人の方がやんちゃ、ゴルフのね、そのプレースタイルが。で若い子たちの方が本当に上品。いつまでも飛距離をやっぱり求めてるから、うん、あのホール何番で打ったのか、そう思いますよね、うん、それがいい、ね、ゴルフ今週終わったよ、腕上げたね俺よしあなたのおかげであの優勝しそうなったよ、そうなったしそこなったな、俺優勝すると思った今日ね、よく頑張りました。ゴルフ武勇伝はインターネット無料動画ヤオでも配信中、いつでもお楽しみいただけます。番組へのご意見ご感想もお待ちしています。ということで、最後プレーオフでおっさん高根塚さんチームは優勝いたしました。はい、優勝します。どうも1月ダブルス優勝おめでとうございます。開始のありがとうございます。だけどっていうか最後司さんバンカーやらなかったよね。うん、あれじゃしておくや。これは悪いけど、本当金のことは言わないけれど。はい。あれ普通に乗ってくれたらね、優勝だったの。まあでもバンカーショットがひどかったですよ。プレーオフの。バンカーショットだった。あのね、硬いと思ったら。とりあえず1ヶ月にあたりありがとうございました。武勇伝カップは来月も続きます。お見逃しなく。